自分でもこういう試みがすごい初めてだったのも含めましてとても楽しかったです。ソニーデザインコンサルティングとしてはそのデザインを使って、まあ、世の中をまあより良くしていければと。今までの枠組みから外れることで新しいことができるみたいな。地方の仕事なのかやっているんですけども、まあ、予算もやはり限られてくると。そういった自分たちだけの映像素材というものをまあ持っていくと、まあ、いろんなところで活用もできますし、レッドさんとまあ一緒にやったらまあより良いものができるのではないかと。レッドっていう会社は上海とタイに拠点を置いてやってるっていう、まあ、環境の面でもまあアドバンテージはあるので、国内だけじゃなくて国外で新しいメディアのデザインをしていくっていう会社です。今まで見せてこなかった一面なので、それあえて見せてこなかった部分もあるんですよね。その内面っていうのを出してこなかったので、そこを見せた時の反応は僕もとても楽しみです。表現できたってことが自分の中にとってはまあ、一つ新たなステージに行ったなっていう感覚を得ましたね。単純にまあ面白そうだなと。あとはまあ SNS を使ったようなまあプロモーションですね。林道さんが持っているそのソーシャルメディアでの発信みたいなところで、得意なところもちょっとずつ違うところが集まって何か新しいものが作れたらっていうのはすごい期待して今回やってます。やっぱ自分の中の領域だけだったので、そこで新たなプロの方々の領域が入る、そこがもう全然違いますね。三社同士の強みの掛け算で生まれる、まあ、今後のシナジーというか、それがとても楽しみ仕方がないですね。それが世に出るという。何かを作り出すのはまず楽しいことかなと。新しい要素を入れたいっていうのは毎回思ってます。パッと見た時に面白いとか、あ、これだと思ったものを信じて作ってます。